さん、始まりました。始まりました。ということで、静かやっていきます。こんばんは皆さん、始まったよ。なので始めていきます。いるかな、もうみんな。始まった。あ、じゃあやっていこう。音楽が来た。こんばんは。今日は大人かすみです。緊張してます。じゃあ始めていきます。ちょっと一番上からやっていきます。色彩委員会始めます。始めます。私も始めます。DJ です。じゃあ一番上からいきます。ドンさん、ドンさんいるかな。かすみんの服着てる。ドンさんいますか。いちょっとなんかこうやって撮っていこうと思って、これを引いていこうと思って、そういう方式にしました。もう選びきれないから。ドンさんいるわ。いたいたいた。じゃあ書いていきますね。これにしました。これを引きました。3種類にします。ひーちゃんの声、これひーちゃんじゃなくて隣 DH なんだよね。あ隣 DH なんです。ひーちゃん、ひーちゃんに聞こえたかも。ドキドキワクワク。じゃあはい、1人目。じゃあドンさんです。ドンさんありがとう。これにしたよ。みさちゃん、みさみさ待ってね。みさちゃん、え、で3つけない方がいい、どっちがいいですか。あ、ちょっと待って、やばい。自分さ、ちょっと待って、やばいやばい、なんか東書くのむずくない。 DH、 そう DH に聞こえ、 DH だよ。みさみさから、みさみさん、そうだ、鍵開けだ。みさみさ、鍵開け。あ、アットマーク下手くそすぎてさ、やばいんだけど大丈夫かな。鍵開け、みさみさ、どんさん、さんつけよう。一応で黒にしちゃったの。黒なんか面白くないからやめよう。やめっぴ。ちょっと待ってね。何かこう迷っちゃう。迷ってさ、はるみ、はるみじゃないんだよ。かすみって読むんです、実は。そう、はるみってよく間違えられるけどね。間違えられるけど、かすみなんですよ。久しぶりの時期、確かに。あ、涙を押ししてください。ありがとう。え、書いてほしいこととかないの、ドンさん。何でも書いちゃう。何でも書いちゃうよ。よし、じゃあ髪留め、髪留めね、リエチの借りたんだ。リエチネームミサになってるけど、どっちがいいの。リエチ借りたんだけどさ、髪留めいつも忘れちゃうから。書いてほしいことないの。なんか髪の毛大丈夫。ニックネームで書くんだよ。あ、そっか。でミサちゃん、ミサに乗ってる。なんかさ、黙っちゃう、やばい。ヒントにしよう。
みさみさんね、もうライブにもどこに、ビエがどこに行っても来てくれるからね、 TGC にも来てくれたしね。マルチタスク、マルチタスクって何？なんかさ、今日ゲージはつむじ、そう、つむじ見えない、つむじ見えない。並行作業、あ、並行作業ね、並行作業自分できないんだよね。なんか口が動くか手が動くかどっちかになっちゃう。だから自分ダメだわ。手がブラジルでライブすることはなんかも来てくれるっていう先生したから。ありがとう、みさみさん、じゃーん。こんな感じです。お家に届くまでお楽しみに。いつもありがとう。また明日も僕と会待ってるね。ピエロペンライト振ってね。ありがとう、みさみさん。あ、ちょうどこの服着てる。ありがとう。また明日も待ってるよ。あ、なんかやばい。ラジルも来てくれるって言ってたよ。そういつもいろんなライブに来てくれるんです。この前のやつ、7周年ツアーも来てくれて、ピエも昨日こちら持っててくれたの。できた。ドンさんありがとう。こんなんだよ。見えないけどあんまり。じゃあ、はい、ドンさんの家まで無事に届きますようにです。ありがとう、ドンさん、大事に大事に届きますように。ありがとう。じゃあ次は、じゃあ次、これさ、アキンドさんだよね。アキンドさん、アキンドさん、アキンドさん、ありがとう。でもさ、ニックネームがさ本名になっちゃってるけど、アキンドさんの方がいいよね多分。ありがとう、アキンドさん、2枚も。じゃあ引こうと。リーチの声よく聞こえる。確かにリーチ声通るからね。どれにしよう。ね、初サインだ。本名、本名にする？いいよ。じゃあ本名で書いちゃおう。じゃあ1枚はこれとこれと。でもさ、同じ服とかだったらあれだよね。ちょっと待ってね。これ。あ、でも同じ服だから違うやつにしよう。そっか、めっちゃ落ちちゃった。髪の毛が通信あり、え、こちらこそ。ちゃんと漏れてた。なんか髪やばい、やばい。同じ服引いちゃう。同じ服引いちゃうから、こうしよう。決まった。明日の僕たこ頑張って、ありがとう。頑張るね。これね、でもちょっと服が似てるんだよね。白白になっちゃうけど。でも白白よりさ、服が全くさ違う方がいいのか。お台場も、お台場の特別もさ来てくれてめっちゃ嬉しかった。最初はゲームしてない人も振ってないじゃんって思ったんだけど、ちゃんとね、みんなさ、縦がいいとか横がいいとかあるのかな、わかんないけど、楽しんでくれて、ちゃんとね、ゲームとかも好きで、どっちがいいですか。じゃ、もたさん、ありがとう。またうちを作る、本当にありがとう。いつも可愛いうちを作ってくれてありがとう。じゃーん、これはワンピースですね。なんか STU っぽい水色のセースな感じのピースにしてみました。可愛いでしょ。今も途中がないです。ありがとう。カホーに来たって。水着が良いはちょっと違うでしょ。じゃ
縦、やっぱ縦、縦がいいんだよね。縦がいい人が多いな。片方にしてください。ありがとう。またすぐ会おうね。また幕張に来てくれるのもね。6月会いましょう。ありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。それでは次は、くまねパパさん。くまねパパさん。ちょっと待って。あ、くまねパパさん、猫ちゃんありがとう。猫ちゃんのアイスありがとう。なんかさ、新しいお洋服、ちょっと難しい漢字が、漢字が難しい。新しいお洋服3種類用意してない。横とだってどっちがいいの。やばい、なんか書こうと思ったら黙っちゃう。ごめんね、みんな面白くないかも。やばい、めっちゃ黙っちゃう。ちょっとなんかみんな何か話、何、はい、どうしたらいい？どうしてください。話した方がいいよね。でもリアの妹にまでね、推し変しそうになってるから気をつけてね。本当に今後いつか4期生とかが入ってきた時にね、浮気しすぎないでくださいね。できた。自覚なしの方が危ないですね。もんじゃ仕方ない。そう、マジで二つのこと一緒にできない。一個目できましたよ。あ、金田さん、ありがとう。あんま見えないけど、あんま見えないけど届くの待ってて。大事に大事に届きますように。ちょっと裏も見てね。ちょっと書いてる。ちょっとだけ書いてるから。自覚あるみたい。これは白のブラウス。本当はキラキラいっぱいついてるんですけど、あまり見えんかも。え、キラキラとお父さん、とりあえずお知らせないでね。はい、届くの楽しみに待っててください。ちゃんとお家まで無事に届きますように。ありがとう。また早く会おうね。ありがとう。あれ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。サインとメッセージしちゃう。あ、そうする。それでいいのかな。それなら任せてください。完璧に本名出してるから読んだ。え、じゃあ滝野さんだ。滝野さん、滝野さんってでもいい、珍しいよね意外に。滝野さんってさ、ユミリンさんとさ、アキンドさんにしか会ったことないんだよね。でもすごいよね。はい、お話ししようかな。じゃあ、このハードにしましょう。
色とりどり。今日はお留守番みたい。じゃあお家に届くまでドキドキですね。ありがとう滝野さん。家まで無事に届きますように。ありがとう、大好きだよ。よし、じゃあ次行きます。次辻ちゃんさん、辻ちゃんいますか。これにしよう。辻ちゃん本名が見えちゃった。本名見ちゃった。いるかな辻ちゃん。どれにしようかな。じゃあ白目とかのやつにしちゃおうかな。どうしようかな。辻ちゃん、あ、いた。もちろんいます。嬉しい。あ、なって、書きたかったこととさ名前が被っちゃった。うさぎ、しっとりやんけ。白目はやめて。白目にしてやる。白目のやつなんかないんで安心してください。ダンさんもね、本当に同じね、埼玉出身だからね、なんかさ字が潰れちゃって見えないかも。では戻ります。バイバイ、バイバイ、頑張ってね。そう、お話し会もいっぱい来てくれて、ライバのライブとかもね、ちょっとじゃあ字が見えない。ミックスの時にワンコのさティシーズ買ってるんだけど、このねティシーズ買ってるワンコの T シャツを着てて、びっくりした。めっちゃ可愛かったわね。なんかさ、私の癖かなこれ。バンコの T シャツ。なんかさ、色とりどりにしちゃう癖があるのかもしれない。うさぎです。でも家に届いてからのお楽しみであんま見えないので、ありがとう。じゃあ次行きます。次瀬戸の誠司さん。あ、でも瀬戸の誠司さんは来れないっていうのを X で見たような予感。ありがとう、ルパンさん。瀬戸の誠司さんいるかな。もういない気がするけど、お話し会直接もオンラインもめっちゃたくさん来てくれるから、下の生理さんいないよね。お仕事そういっぱい、お話し会めっちゃいっぱい来てくれるからさ、そうか、まだみんなお仕事の時間だもんね。だんだん話みたいなさ、お話し会で話す必要もないくらいの話もしちゃうんだよね。もうそれぐらいこの1年で仲良くなった。お仕事の時間だよねみんな。まだ、じゃあこれからもよろしくお願いします。じゃーん、このデレイバーのありがとう。ちゃんとお家まで無事に届きますように頑張ります。ありがとう。
ださいね。誰か拾ってね、さんバラありがとう。ちょっと待って、本当にさ、本当に色とりどり。次はマモちゃん、マモちゃん、マモちゃん、どうしようかな。漢字が分かんなくなっちゃった。よし、できた。ストノセイジさん、一応後で見るかもだから、ありがとう。いつもお話し会も楽しいよ、ありがとう。え、それ仕事になる。じゃあ次いきます。おかん、おかん、でもさっき見たコメント欄にいるの。おかんいつも来てくれるのに。そうなんだ、お仕事になる。おかんいる。おかん、縦と横どっちがいい。なんかおかん、おかんです。おかん、おかん、縦と横どっちがいい。ある、縦がいいとか横がいいとか。横は少なめですが。でもこの前さ、どっちがいいとかありますか。ペンライト振ってたのに、ちょっと見てたからね、しっかりちゃんと見られてるからね、気をつけてくださいね。どっちでも良い。じゃあこれにします。変えないように気をつけてくださいね。今日はでもそっか、じゃあ明日はこれなのにね。でまた今度お話し会とか、いつも来てくれるからね、お話し会とか、次の僕隊で来てくれるの待ってますね。おかんって面白いよね、呼びやすいけど、めっちゃめっちゃ呼びやすいけど面白すぎる。ちゃんとママちゃんの元に無事に届けたように。間違えちゃった。一歩多再生。ダメです。ありがとうママちゃん。じゃあ過保護にしてくださいね。早く届きますように。ありがとう。あと岡山、え、来るの？嬉しい、待ってるよ。なんか黄色さをペンライトだから使いたいんだけど、あんま見えないんだよね。
まあ、帰り行きました。ありがとう、まあ、帰り待ってるね。とってもとっても楽しみです。最近めっちゃ、ま、字間違えちゃう。なんかさ、服が黒だからちょっと見にくいかもだけど、よくよく目を凝らしてみてください。お話し会によくよく目を凝らしたら全然見えるからね。この前のお話し会一番最後の時から、あ、なんていうの、かぎしめ、この前の話し会かぎしめでね、ジェル県で並んでね、お話ししてくれたのめっちゃ嬉しかった。本当に最後のね、感謝の言葉をしたことあるわ。っていうか本名をばらさないで、え、ちょっと待って、ごめん、本当ごめんごめん、違う、全然違うようなそう、じゃあこれは2人だけの秘密できた。おかん、ありがとう。でも単押し作業してくるんですけど、全然単押しじゃないから。ありがとう、カラフルです、これもこれでありがとう、たくさん、あ、たくさんじゃない、大切にお家に届けますので待っててね。またお話し会で話そう。ありがとう、また会いたいよ。はい、じゃあ次、タイサさん、タイサさんいる？たくさんメッセージあるかも、かも。タイサさんいる？楽しいですよ、嘘つけ、楽しい詐欺っていう。タイサさんはこれにしよう。タイサさんいないかも。あの姉妹を押してください。キエチとイモチ、姉妹押しにしてくださいね。はい、まかり行きます。まかり待ってます、ありがとう。また幕張で会いましょう。次は幕張なんかな、幕張のお話からお待ちしております。ありがとう、やすけんさん、ありがとう。じゃーん、これなんだろう、これユーナから借りた服ですね。ありがとう、ちゃんと無事お家に届きますように。また早く会いに来てね、幕張で会おうね、カホーに来てください。はい、やばいやばい、めっちゃ黙っちゃう、めっちゃ黙っちゃう。あーねー、幼稚7対 3DH で、え、幼稚の方が多いの、それどうなのびっくりなんだけど、まさか幼稚の方が多いなんて思わんかったよ。はい、姉妹をして、ありがとう、また早く会いに来てください。カラフルにしたい病気かも。病気は嘘だよ。じゃあ次はまっちゃんさん。あ、まっちゃんさん3枚ありがとう。じゃあ渾身のかわいいユーチを選びます。ありがとう。3枚とか全部違うやつやね。できた。タイサさん、ありがとう。これウサギです。ありがとう、タイサさん。この前もお台場来てくれてありがとう。めっちゃ見えてたよ。ありがとう。また会おうね。じゃあ次、チョラッペさん。チョラッペさん、チョラッペさん。チョラッペさん。チョラッペさんは縦がいいっていうのを見た。どこかで、どこかで見た。どれにしよう、迷っちゃう。もうあの引くのはやめました。ちょっとなんか同じ服がかぶっちゃうから。どうしよう、待って、迷っちゃう迷っちゃう。じゃあ黒い服がいいか白い服がいいか、どっちがいいですか。じゃあ立って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 横にしますね。失敗作でもいいよ、綺麗になるから。優しすぎる、それは優しすぎる。
白服があればじゃあこれにしよう。ちゃんと可愛いやつをね選びますよ。え待って迷う。あ黒がないんだ。これにしよう。決まった。じゃあこれにしましょうか。じゃあ全部せっかくよかった3種類分けておいて3枚ね購入してくれた方は全部違うやつになっているそうだね。マジさん3枚もありがとう。ちょっと前回10枚目の時もそう3枚ずつ買ってくれてありがとう。本当に結構前回のこと意外と覚えてるもんね。でもマッチさんはねいつもショールームもたくさん応援してくれてね、ありがとうございます。イベントの時とかめっちゃ本当に毎回お世話になってる。またなんかイベントあったら参加しよう。ごめんめっちゃ黙っちゃうけどこれは丁寧に書いてる証拠だから。あお台場の出演者、嬉しい。お台場の出演者さんなんかさ出演者で難しいからさめっちゃ頑張ったんだよね。めっちゃ黙っちゃうけどこれは頑張ってる証拠なので許してください。あんまり期待しないでね。本当に分かったよ。じゃあリエが頑張ります。あんまり期待しないでね。そう終わりだった。でもなんかできた。待ってまだだったまだだった。これからは自分が頑張ります。3枚って嬉しいね。やっぱり次はいつ会えるかね。オンラインだったらこれかな。7月とかできた。ちょっと散なくしてみた。じゃあ無事にお家に届きますように。 ありがとう。いつもありがとうね。大好き。じゃあ次マッツンさん。マッツンさんいる？マッツンさん、マッツンさん。マッツンさんいるかな。でもなんかいるような気がする。え？ちょっとマッチンさん縦と横どっちがいい？これにしよう。もうこれ決めちゃった。勝手に決めちゃった。
やばい、楽しいね楽しいねって一人で楽しんでるのに面白い。よし、2枚目完成。マッチさん、2枚目ありがとう。あ、それかな見てくれてありがとう。これからもよろしくね。じゃあ大事に大事にお家に届きますように。バイバイ、ね、バイバイじゃないありがとう。よし、じゃあ次岩沢さん。岩沢さんいる？ありがとう、可愛くできました。いないかな。また会いに来てね。待ってます。ありがとう、ありがとう、まっちゃんさん。無事にお家に届きますように。これからもよろしくね。これにしよう。ちょっといないかもだけど。あ、赤って言ってたよね。赤ペン何？岩沢さん。赤なんかさ、サンの時は絵はアフロのイラスト描いて。やば、星描けるかな自分。でも名前赤で描くのよくないんでしょ。じゃあなんか違ったら使うね。めっちゃ黙っちゃうけど見て。アマンダできてなかった。嘘でした。よく嘘をついちゃう。つこうと思ってないけど。じゃあ今回も似顔絵3秒で似顔絵できました毎日出ちゃうんでね、たくさんいっぱいさ、いつもツイートとかもたくさんしてくれてありがとう。特大もいつもね、来てくれて嬉しいです。また待ってますね。赤アフロ吹きました。じゃーん前回に引き続きありがとう。じゃあ、今回もたくさん来てくださいね。おもっち、かすみかすみなんだよ。岩沢さん、ありがとう。あ、こっちだ。ありがとう。
じゃあ無事にお家に届きますように。ありがとう。じゃあ次、新作 T シャツめっちゃ良かった。たっくんさんいる？聞いたに笑われた気がするよね、そのツイート。いるかな、多分見た。だけどリムさんそのツイートを見て、たっくんさんいるかな。リム顔だらけの T シャツ嬉しいけどね。いる？え、タテとヨコどっちがいい？書いてほしいこととかないの？書いてほしいこととか色とか。じゃあ次はサイズハートさん。こんばんは。サイズハートさん。タテ？うん、じゃあ、どれにしよう。え、迷っちゃう。持っててねって書く？あ、やばい。じゃあこれにしよう。え、どうしようかな。いますよ。あ、いた。ありがとう。これにしよう。いつもショールームたくさん。たっくん。ありがとう。たっくんさんってさ、あれだよね。71なくない方がいいよって言ってたよね。ごめん、これ勘違いだったら。横の席にしてみました。ユーナのブラウスみたいにしてみたよ。これ持っててっていう字合ってる？ちょっとやばい、早い。持っててってどう？合ってるか。多分合ってる。大丈夫な気がする。そう、最近はもうゲイのショールームの常連さんになってて、いつも壇上にもいるから。嬉しい、ありがとう。皆さん応援してくれて、徳島のコンサート楽しかったです。本当にレイちゃんって見つけてくれましたか？徳島に行く、嬉しい。会えるじゃん。嬉しい。早く会いたい。会おうね。早く会いたい。いつ会えるかな。次は早く。ちょっとさ、髪の毛が大丈夫って感じだけど、まあいいか。大丈夫。めっちゃ楽しかったよ、徳島。本編に出るか楽しい。こんな感じになりました。ありがとう、デザイズハートさん。ありがとう。じゃあ無事お家に届きますように。いかがですかね。ありがとう。持つに寺で持つ。え、多分合ってるよね、これ。よろしくね。多分合ってる。多分大丈夫な気がする。ありがとう。ありがとうございます。次はポラリスさん。ポラリスさん、いるかな。これってさ、徳島公園。ごめん、やっぱ何もないですね。見せると寒い。多分大丈夫だよ。まあ、たっくんさんなら分かってくれると信じてる。できた。たっくんさん、ありがとう。ありがとう。これは借金ポーズです。よし。じゃあ大事に大事にお家に届けますね。ありがとう。いつもありがとう。ありがとう。
いつも持って、いつも持ってて、もうスマホの裏とか財布の裏とか、もうお風呂にも持って行ってください。でもお風呂持ってたらさ、べちょべちょになっちゃうか。じゃ次、これさ、いつも迷うんだよね、ヨシキックスさん。そう、前回もさ撮ってくれてた気がしたけど、ごめん、これが勘違い。え、でもいつも名前呼ぶときに迷っちゃう。ヨシキックスさんいるかな。そう、 X とかでも上げてくれるけど、上げてくれてるのね、めっちゃ知ってるの。ヨシキックスさんかなと思って、読み方合ってるかなとか思って書いてる、いつも。よし、おいでます元気さん発見。合ってるかな、いないかな。じゃあ選んじゃおう。本当に公園とかたくさん会いに来てくれてありがとう。じゃあこれにしよう、決まった。いつも見つけてるからね、これです。ちゃんと見てますよ。バイバイ。ちょっと思います、天使さんはちゃんとこれなんかも色変えさ、騒がしいかも。あ、明日僕と行く？え、嬉しい、友達さん。じゃあカスミンのペンライト振ってください。赤と赤じゃない、オレンジと黄色だよ。最近前髪変えたんだけど、誰か気づいた？まあ、みんな気づくか。麦茶さんはね、そこいつの僕たちだっけ、ほんと前回の僕たちとかかな、ひーちゃんと話してた、うん、麦茶さんの性別グリーは分からんかったからね、最初はずっとひーちゃんのファンの方で女性の方だと思ったんで、麦茶さんの方だったら、え、麦茶さんどこだよってひーちゃんに言われて初めて知るっていう。あれ、ぬってどうやって書くんだっけ。できた、オレンジ着ていく。え、嬉しい、もうかすみんファンじゃん。嬉しい、できた。ヨシキックスさん合ってると信じて、ありがとう。あ、ヨシキックスさん、いつも応援ありがとう、めっちゃ届いてるよ。じゃあ大事に大事に、無事に届きますように。よし、じゃあ次、サバさん、サバさんいる？サバさん最近来てくれてるよね、めっちゃ。サバさんいるかな？今日は、あ、いた！縦と横どっちがいい？どっちがいいとかある？縦？オッケーオッケー。
やっぱ縦がいい人が多いよね、結構。よし。ああ、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる、めっちゃ落ちる。じゃあこれにします。サバさん、え、書いてほしいこととかさ、使ってほしい色とかないの？これからもよろしくね。もうめっちゃ書いちゃう。最近ツイートもいっぱいしてくれて嬉しい。いっぱい見てるよ。これからもよろしくね。ちょっと探す。ありがとう。じゃあまた早く会いましょう。明日会えるかな。ありがとう。一口いる？え、いいよ。ちょっとじゃあ食べ物書いていい？一口いる。次は？一口いる？次は？あ、サボカチョリさん。前も前回も覚えてるよ。じゃあ何書こう？さくらんぼにしようかな。さくらんぼを一口いる？って書こう。まだ。さくらんぼを書いて、あ、赤がない。赤がないからちょっとピンクで。ピンクのさくらんぼもあるよね。赤をもらいました。意外と覚えてるもんだね。え、ちょっと見て、さくらんぼうまいかも。あ、ちょっと、いや、ちょっとあんま分かんないかな。さくらんぼうまいかも。ちょっとうまいと思います、私、さくらんぼ。一口いる完成。一口いるしか完成してないけど。じゃーん、さあ、かつみさん、ありがとう。前回も引き続きありがとう。これからもよろしくね。もう一度もよろしくね。じゃん。食事を落ちることができますように。ありがとう。これからもよろしくね。ちょっとさ、結構余計なこと、余計なことじゃなくて、なんて言ったらいいの？あ、そう、要求されてないことも書いてるけど、いっぱい嫌だったらごめんなさいですね。これはまだ完成してません。ちょっと見せちゃったけど、ちょっとだけ。要求されてない言葉もたくさん書くけど、気にしないでください。そういう、もう私の気持ちが強いってことです。私はユーナから書いた、かわいい名前、スノーフレイク。この米印みたいなやつも書いた方がいいかな。見えないか。要求されてない言葉もたくさん書いたけど喜んでください。ずっとずっと持っててね。ありがとう。ではでは、また次行きます。大ちゃん、大ちゃん、大ちゃんいる？楽しみに待ってて。大ちゃんいる？大地、大地に改名してたよね。よし、改名っていうか、大ちゃんいる？いないかな。届きますように。めっちゃ言っちゃった。どっちがいい？縦と横どっちがいい？じゃあ次は高山さん。縦と横。あ、なんで？高山さん。
こね、オッケー。ケイトのブログ持ってた？本当に？え、これにしよう。今来たんか。決まった。これちょっとさ、ちょっとデザインしてたのよね。デザイン途中。まだハートしか書いてないけど。ハート書いただけ。ハートのデザインをしてました。3枚。かわいい、ありがとう。あんま見えてないだろうけど。じゃあ一個横も入れてみよう。さあ後で見てください。横も入れてみよう。じゃあ入れてほしい言葉はない？みんなちゃんと裏も見てね。めっちゃ書いてるから。3枚もありがとう、嬉しい、本当にありがとうございます。いつも応援してます。すごいなんかめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当にそう、公演もねいっぱいさ、国体も結構いつも来てくれてる、来てくれてるイメージがあるよ。ビューはしかもちゃんとね買えないしね。嬉しい、ありがとう、本当に。春望、うわ、ね、待って、それっていいの？かっこ、じゃあ春望うわわね。面白すぎるでしょ、個性的なチェキじゃん。そう、しかも木体だけじゃなくてね、話し会もたくさん会いに来てくれるからさ、めっちゃ嬉しい。腕時計おしゃん、え、腕時計してないんだけど。どういうこと？もう全部来てくれてるやん。見てよ、春望うわわね。春望うわわやばい。春望うわわなんて初めて書くわ。本当に嬉しい。なんかさ、今まで太い方で書いてたんだけどさ、細い方で書く方が好きかも。意外時の方が珍しいぐらいな。春望もうわわやばいな。アプローチシート、え、思うかも、思ったことめっちゃあるかも。あ、ちょっと薄いかな。でもまあ見えるか。一枚目ベレー帽。あ、見える見える、大丈夫だ。ユウなんかの、ユウなんかのブラス。春望はまあやばいな。ツボなんですけど、どうしたらいいですか。できた。大ちゃん、ありがとう。じゃあ無事にお家に届きますもよ、ますますように。嬉しい、ありがとう。また見てね、いつも来てね、ありがとう。じゃあ次、ヘンリーさん、ヘンリーさんいる？よし、ヘンリーさんいるかな。楽しみに待ってて。アプローチ買いたいな。買って、あ、いた、ヘンリーさん。縦と横どっちがいいとかあります？縦と横どっちがいい？お友達がその今日は体調不良でって教えてくれたんで。どっちでも、でもどっちもおすすめですよ。でもさ、結構さ、縦派の人が、縦？ OK、 やっぱ縦派の人が多いんだね。じゃあこれにする。これは犬です。犬だから青にしよう。でも本当はね、黒、犬って茶色だよね。あ、なんかあんま出ないな色が。
てほしい言葉とかないの？こんな感じ。めっちゃたくさんありがとう。いっぱい書いちゃった。じゃあお家に帰ってこれで楽しんでください。なんて書いてあるのか。ありがとう。じゃん。3枚もありがとう。これからもよろしくね。とりあえず国だけでいてください。わって書いたつもりが国になっちゃった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。よろしくね。よし。韓国語でも一言。ちょっと待って。書けるかな。ひまさぴょんさん。ちょっと待ってよ。書けるかな。調べたい。韓国語書きたいな。じゃあヘンディさんがマジで書くもうあのね、聞き取りはまだできるんだけど読み書きは自信がないから、ヘンディさんが韓国語を打ってくれたら私は嬉しい。それを写します。そういえば北海来るって言ってなかった？あれ明日も北海だよね、きっと。北海待ってるね。北海も結構たまに、結構たまに、どっち北海もね、来てくれるしね。お話し会も来てくれる。韓国いいな、韓国行きたいな。メールね、めっちゃ。今は日本に住んでるの、ヘンリーさん。マサピョン全部ひらがなに書く。待ってよ、さはね、さはわかるの。書けるかな、韓国語。案内してよとか言って、じゃあ今度韓国に行った時用におすすめ教えてください。いいね、ヘンリーさん韓国に住んでるの。泉さん、はい、ね、ワンがさ、ワンって書いたつもりがアンにも見えるしさ、アにも見えるしクにも見える。なんか変ななっちゃった。リーチもお疲れ様で、ありがとう。全然リーチ元気だよ。優しい、ありがとう。泉ちゃん、泉ちゃんにしよう。これさ、泉ちゃん、ちょっと待ってよ。そう、泉ちゃん、ね、マジ目が悪いからさ、うまい。話し会もあったしね。あ、てか X のポスト見たよ。リーチに首だけで見つけました。1話のさ、ポストしてくれてたよね。めっちゃ嬉しかった、可愛かった。うちわ本当にありがとう。フリフリのね、めっちゃ可愛いうちわがゲームタイプでした。可愛かった、ありがとう。あ、髪にかぶってちょっと見えないけど、頑張ったら見える。頑張ったら見える。
ねえねえ、ちょっと韓国語わかんないからさ、カタカナで書いていい？ちょっと、もう読み書きは自信がないので、カタカナで韓国語書いてね、いい？これは私が今思っていることを書きます。そう、ビビアンのさ、話もしたしさ、嬉しかった。そういう、え、韓国語可愛いね、いいね、嬉しかったよね、いいねってか、ここで一人で興奮してるの。今のと同じ服にしたよ。あ、ちょっと太いな、これ。泉さんになって泉ちゃん呼びになろうと思いますありがとう、これからもよろしくね、また早く会おうね、ありがとう。これは多分多分読めると思う。ワクワク、多分ね、ありがとう。嬉しい、マジで。もっと話しに行くの、ありがとう。嬉しい、ありがとう。また早く会おうね、本当に。次は孫さん、孫さん、孫さんいいかな。かわいい、今んとこ順調だよ。あ、孫さん発見。あれ、孫さんさ、ちょっと待って、あれあったよね、香川の。ちゃんと裏も見てね、めっちゃ書いてる。あ、これもバリバリ日本語だけど、ごめんめっちゃ日本語だけど、まあ見てください。孫さん、あった、会いましたね、香川の時に前話しに来てくれた時にさ、で、そうできた、ね、ヘンリーさん、ありがとう。てて、ね、韓国語は、韓国語がめっちゃ可愛いやつになってますありがとう、ヘンリーさん、無事に届きますように。大切にしてね、もうスマホの中とかに入れちゃってください。次、ウッチー、ウッチーいる、ウッチー。でもウッチー見れないかもって言ってた気がする。楽しみにしてます、楽しみにしてて。すいません、うちいるかな謝らないでくださいうち来れてないかもしれないそう、でももう覚えました、香川で。じゃあ、あ、いた、うちいた、うち縦と横どっちがいい？ねえ、うちマジで嬉しい。そ、なんだっけ、即決買いしてくれたのもめっちゃ嬉しいし、嬉しいです。立ってね、オッケー。じゃあウッチーが好きそうなやつ選ぼう。うん、どれかもどれだろう。ちょっとちっちゃくなってきたとかも見えるかな。メッセージ元気になる？本当に？じゃあ入れてほしいメッセージとかないの？ウッチー会いに来てくださいね。デートの時もまさかゲットしてくれてるとは思わんかった。嬉しい、ありがとう、ソンさん。これからもっといっぱい仲良くなろうね。ありがとう。じゃあ、ノブレイバー。どうしよう、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 迷っちゃう。迷っちゃう。これにしよう。同性の友達がへこんだ時見て元気になるメッセージ。もう任せて、もう任せて任せて。よく友達に励ましの言葉をかけてもらってるから、かけるしかけてもらってるから、任せて。うち、裏も書いて。え、もうね、みんな書いてるよ。もうね、見てほしい。一人一人への大切な大切な思いを込めたメッセージ書いてるから。チェキ必ず持ち歩く。え、絶対嬉しい。めっちゃ持ち歩いてめっちゃ持ち歩いてって、もういろんなとこに連れてってね。
まあ、旅行大好きな人間だから喜んじゃう。よし、じゃあこの可愛いウサギちゃんのやつにしよう。待ってよ、同性がへこんだ時に元気になれる時見て元気になるメッセージでしょ。 OKOK、 じゃあハート下手くそがすぎる。ハートハートが下手くそ、ハートが下手くそすぎる。オレンジ、え、何色で描く？ピンクにしようかな。いや、緑にしよう。星になっちゃってるよ、うちのが。そう、今ってさ、どうせがへこんだ時に、うちは、あ、ち、読んじゃう、やばい。自分さ、書く時にさ、口に出しちゃうタイプだからさ、やばいよね。あ、漢字間違えちゃった。名前もじゃないよ。漢字間違えた。ナッツさん、ありがとう。イエイ、うさぎちゃんです。うさぎちゃんの。ちょっとにじんじゃったけど、え、これはもう多分元気になれると思う。それでうちは髪伸びた。え、そう。そう、そう、めっちゃね髪伸びたの。やばくない？今日ねチェキを見て思ったの。長っと思った時期があった。不器用でも愛があればよき。霞み愛が入れば。え、もうマジでめっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるよもう。うちのこと大好きだもん。これはまだ表だけですけど、今から裏を聞きます。私も髪伸ばして、え、伸ばそうよ、じゃあ一緒の長さにしよう。こんぐらい、今は胸下、胸下あります。あっち。ちょっと漢字難しい。漢字間違えない、難しい感じだ。ちょっと待って待って、これ合ってる？漢字が難しい。すごいねこの漢字。どんぐらいが楽しんでくれたかな。みんな幕張とかの環境のイベントいっぱい会いに来てくれて嬉しい。できた。ありがとう、うち。シリュウさん、シリュウさん、シリュウ。ありがとう。じゃあこれをいつでも持ち歩いて元気になってくださいね。いつも元気になって、カスミを思い出してありがとう。大事に届きますように。ありがとう。じゃあ次、ピピンさん。ピピンさんいる？あ、クマちゃんさん、クマちゃん。ピピンさんいるかな。ありがとう。あ、今日クマちゃんポーズしてない。クマちゃん、あ、ありがとう。あ、いた、カスミンです。ありがとう。カスミン嬉しい。じゃあ縦と横どっちがいい？でも横はねもうあんまないけど、もうちょっとだけあるけど。
あ、本当に決まったどっちがいい？ポテト横。個数派の横で、あー確かに個数派だ。意外に少ないんだよね。意外、まあ、意外でもないか。横がいいっていう方結構少ないんだよね。じゃあ書いてほしい言葉は？次は向山さん。ピンさん。潰れちゃう。どうしようかな。でかいにしよう。ブルーベリーなんかさ、最近思うんだけど、私のファンの人ってさ、個性派多い不思議な言葉を書いてほしいっていうよね。ブルーベリーになりたいイエベです。それ私のことですあのイエベかどうかははっきり分かんないけどね。ブルベになりたい家です。向山さん最近めっちゃ会いに来てくれるのね。お話し会のだけどさ、ブルベになりたい。この前も広島も来てくれて、あ、待って、向山さん、え、うん、あ、え、ちょっと絵文字書いとこう。絵文字って誰で書くっけ。向山さん、こうか、これだよね、文字。多分こうだ。これでいいはず。じゃあブルベになりたいエベですと、私が書きたい言葉を書きます。え、さ、思うんだけどさ、これなのね今。シンプルの方がいいのかな。って思えてきたの、この書いてるうちにね。だからさ、どっちがいいかを言ってください、ピピンさん。このブルベになりたいエベだけだ、あ、え、エベですだけがいいのか、この個人的なメッセージを入れるか。今は裏を書いてきますね。ありがとう。今年はもっと仲良くなろうね。じゃあ無事お家に届きますように。応援してください。ありがとうございます。これからもよろしくね。ありがとう。あ、熊猫さん。本当だ。追加の熊ちゃん。本当だ。タワーになっちゃった。ありがとう熊猫さん。熊ちゃんタワーありがとう。タワーになりました。ありがとうございます。絶対そんなつもりなかったのにね。ありがとうくまちゃんタワー。あれ、書こうとしたこと忘れちゃった。くださいさ、お礼します。ありがとう。シンプルでも OK です。なんかさ、シンプルの方が可愛い気がしてきたのね。だからピピンさんはこれでいこうかな。裏にはちゃんと書いてるから見て。じゃあ次はダースーさん。よし、できた。ピピンさんありがとう。ピピンさん、シンプルイズザベストです、これは。ありがとうピピンさん、いつもいつもありがとう、大好き。じゃあ次、スーさん。スーさんいるかな。スーさんでもコメント欄で見てないな今日。スーさんいる？栃木のスーさん。栃木のスーさんいないかな。あ、ちょっと待って。じゃあいたけど、よそ見しなくなる魔法のメッセージ。魔法のメッセージなくてもよそ見しないでよ。嬉しい、ありがとう。じゃあ縦と横どっちがいい？なってくれたね。スーさんは、スーさんは逃げちゃいそうだから、しっかり引き止めておかないといけないから、ちゃんと魔法をかけます。魔法をかけときます。香川どうだった？香川会いたかったけど、そう、香川めっちゃ楽しかった。縦と横どっちがいい？良かったって言ってくれる人。縦？オッケー。嬉しいんだよね。じゃあ
楽しかった。さあ、スーさん、ちょっと、ちょっと待って、これじゃあスーさんに任せよう。めっちゃ笑ってる、笑ってるやつか、ちょっとこれでも捉え方にもよるけど、このちょっと苦笑いかちょっと難しいな、ちょっと難しいからやっぱやめた。どれにしよう、どれにしようかな。それもだからもう最高だったって、本当に良かった、嬉しい、本当に。これにしよう。またお台場の方行けたら嬉しいよね。これに決めた。もうスーさんはすぐどっか行っちゃいそうだから。考えちゃうんだよね、めっちゃめっちゃ考えちゃ う、どんなこと言われたらさ、よそ見できないかな。どうしようどうしようどうしよう。じゃあこれからもっと仲良くなりましょう。なんて書こう、迷う迷う迷う迷っちゃう。何書こうか、なんて書こうかな。無事お家に届きますように、ありがとう。へー、幕張、幕張来てくれるの嬉しい、本当に嬉しい。幕張に会おうね、楽しみ、ワクワクです。幕張も来てくれるのか、めっちゃ嬉しい、ありがとう。どうしよう、楽しみになった。どうしよう、ちょっとずれちゃった。じゃあ次に行きましょうか。次はゆさなこさん。ちょっと一旦後ろ書こう。わかった。あ、今もありがとう。一人でグズグズして。カスミンの感性ね。オッケーオッケー。わかった。リエチがめっちゃ鼻歌歌ってる。なんだよ。なんかリエのさ、なんかたまにこれも真顔じゃない？時々真顔チェックが出てくるんですけど。ちょっと待って、ね、今考え中だから、考え中だから、考え中だから。なんて書こうかな。よし、じゃあこのベレー帽のやつと。ワンピースの方にしますね。トータルディーズメットだ。そう、トータルディーズメット来ました。さなこさん2枚もありがとう。難しい、よそ見しなきゃ。今必死に考えてる。さなこさんはね、本当にもうちょろちょろしすぎだからね、気をつけないと。もうね、こういうのは考えたい。スーさんを止めておきたいから私が考えたい。考えさせてごめんねは全然いいよ。考えたいもん。するんだけど、結局ちゃんとね、ピアのこと好きでいてくれるから信じてます。あ、そう、サインフォームさん。ちょっと待って、ね、これはでも分かんない。ピアのゲットしてくれたよね。びっくりした。でも、自分が投げてもそんなに届かないなんて分かってたから、だから近くにいるゲイのファンの人になりようって思った。
さんね。それで磯野さんがめっちゃ近くにいてサインボール投げたんだけど、リーグサインボール投げた時磯野さん多分見てなかったですね。目が合いませんでした全く。そう多分ね、他のね先輩を見てたと思うんですけど、サインボールせっかく投げたのに一切目合わない、びっくりしました。これでスーさんは止まっておくはず。なんかさ詰め込みすぎてもう行間がおかしくなっちゃってるけど、まあこれもいいってことで。表は完成。そう投げたのに、ね、まさかの 見られてなかったっていうショックな出来事がありまして、でもいっぱいお話し会とかもね来てくれるし、こう会いに来てくれてるのでね。でも僕と一回も来てないよね。指紋がいっぱいついた気がする。よし、オッケー、磯野さん。ちょっとさ字を間違えちゃったけど、まあスーさんなら読めると信じて。じゃーん、ベリーボーとワンピースの版にしました。やばいやばい、スーさんなら読めると信じて。磯野さんの名言、トータルDHがあるので、これからもトータルDHできました。ありがとうスーさん。これでスーさんはよそ見をしなくなることでしょう。よそ見したら泣いちゃうからね。ありがとう、ありがとうスーさん。いつも届くの楽しみにしてて、もうこれだけは届くよせなきゃ。ありがとうスーさん。じゃあ次、ありがとう、チャーハン定食さん。定食さんいる？まあいいや。じゃあ次はチャー定食さんいるかな？あ、つのさん。つのさんいますか？つのさんいるかな？あ、いない気がする。いない気がするよ。じゃあ選んじゃおう。どっちがいいかな、チャーハン定食さん。でも横がね、あ、横がないかも。あ、一個だけある。つのさん。横はラス1ですね。あ、つのさん、発見。つのさん、発見。連番とは。連番っていうのこれ。受ける。どうしよう。まあ、でもラス1だから。縦のこれにしよう。あ、待って、待って。
これに決めた君に決めた。ひなさんはね、いつゲームと好きになってくれるのかわからんのだけど、気づいたらチャーハンって書くの難しくない？これ私だけ？くれていた。チャーハンってとか書いたことないかも。ひなさん、そう、僕隊ね、めっちゃたくさん会いに来てくれるよね。チャーハン気づいたら組みたけ。ウケる。つのさん、名前かわいいんだよね。つのさん、できた。つのさんに認められたらいいんですよ。できたじゃない。嘘です。まだ名前だけです。本物とかある。明日も来て楽しみ。あ、明日も来てくれるの嬉しい。楽しみにしててね。明日の舞台会いに来てくださいね。ちゃんとケースの手前取ってくださいね。どうしようかな。なんか細い方で描いた方が可愛いかも。見えないな。見えないな。字が潰れて何て書いてあるか分かんなくなっちゃった。今めっちゃ無言で書いてた。めっちゃめっちゃ無言で書いてたわ。マジ無言になっちゃう。集中してるからか。塩田さん、うわ、いたぜ。塩田さん、もうウリエは言いたいことがいっぱいあるけど。できた。あ、できてない。嘘です。やめとこう。最近あまり会いに来てくれないから寂しいです。できた。チャーハン定食さん、ありがとう。ありがとう。無事にお家に届きますように。ありがとう。
じゃあ次、青木地さん、青木地さんいる？青木地さんいるかな？お疲れ様です。お疲れ様です。てへって何ですか？いないかな？連行しますって連行してください。本当に最近あんまり会いに来ないイメージがあるので、ちゃんと連行してください。いる気がするけどいない。え、いないかも。こういう時は分かった。私はいないっぽいかも。じゃあ選んじゃおう。石岡さん、ありがとう。これからもちゃんと会いに来てください。連行されて会いに来てください。どうしようかな。あ、でもこれにしようかな。青木地さんはいつもよく僕隊公演を見に来てくれるから、あと3人よく僕隊公演を見に来てくれるから、あ、なみちゃん、ちょっと太陽っぽい別に太陽を意図してやったポーズではないけど、あ、え、いたやん、青木地さんいた。え、青木地さん、縦と横どっちがいい？あ、三枚もありがとう。縦と横どっちがいいかな？たくさんありがとう、嬉しい。ありがとう、なみちゃん。私の候補はこれでした。太陽。ちょっと太陽っぽくない？テーパーにしてるから。いつもいつも見に来てくれるから。かわいい横？横1個なんだね。これラス1。可愛いかどうかはちょっとお任せします。じゃあこれをちょっと太陽っぽくしちゃおう。横ね、オッケー。じゃあ何か書いてほしいことない？書いてほしいことはありませんか？よし、じゃあ3種類選びました。ナピちゃん3枚もありがとう。全部違うやつだよ。よかった、お洋服3種類分けておいて。真顔でもいいよ。嘘、真顔ね。ちょっと待ってね。嘘、じゃあ1枚真顔にしても本当に真顔でもいいの？じゃあ1枚真顔にしてみようかな。本当に真顔でいいの？愛のある一言。あ、たくさん。え、じゃあどういうこと？愛のある一言をたくさんってこと？ってこと？マガオポーズしてるんよね。かな。マガオ、じゃあ先にちょっと見せようかな。ってことですか？じゃあ愛のある一言を書くわ。タートルさん好きだよとか言ってんのにさ。どうしようかな。ありがとう、3枚もなべちゃん。じゃあ、オッケーオッケー、任せて。嬉しいです。任せて。嬉しいけど。任せてください。好きだよって本当に好きって感じの顔してる。そうなっちゃうね。本当に自分さ、二つのことが一緒にできないわ。あ、大佐さん、大佐さんが今来てる。ティーチーって呼んでくれて。もう帰っちゃった大佐さん。結構前に。嬉しかった。愛のある一言ね。3枚とも乾いてしますね。
じゃあ窓から書いていこう。これを、これは愛のある。間に合わなかった。そう、ごめん本当に。書いちゃった。届くのをお楽しみに。これはちょっと愛のある一言かわかんないけど、私の思ってることを書きました。なので愛はあります。そうで、なきちゃんはね、そうそう、なきちゃんはゲイの初めての女の子ファンで、オーディションの時にね、好きになってたんだけど、初めてだったから、女の子のファンが作るのが初めてだったから、しかもオーディションの時にね、大好きになってくれると思わなくて、めっちゃ嬉しい。大好きです。大好き、本当の本当に大好き。真顔。よし。あ、待ってよ、まだだった、まだ完成じゃないです。忘れてた、太陽にみたいにしようと思ってたんだった。なんか自分の中のイメージだけどね、青木地さんといえば太陽のイメージがあるんだよね。よし、完成です。後から太陽をつけ足すからちょっと変になっちゃったけど、まあ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 、それもご愛嬌ということで。ご愛嬌ということで。嘘、本当に前髪なくしたからかな。なきちゃんはどっち派なんやろ。邪魔いです、髪が邪魔い邪魔い。できた。ありがとう青木じいさん。ありがとう。大切に大切に使っていろいろ使ってください。ありがとう青木じいさん。はい、次ラストです。タイムファイヤーさん、タイムファイヤーさん3枚もありがとう。本当に嬉しい。3枚も嬉しいよ。でも縦しかなくなっちゃった、ごめん。ごめんね、縦しかなくなっちゃったから、全部服違うやつにしよう。でもさ、表情を変えようとも思ったけど、結構表情も一緒だからデザインを変えちゃう。そうすると今思い出したんだけど、放課後ホームルームの時もさ、さっきちゃんとめっちゃさ、ディズニーの靴下なんかさ、嬉しいね、3枚も3枚も買ってくれるの。なんかもう愛が目に見えちゃって嬉しい、にやけちゃう。何言ってんのって感じ。縦で OK、 OK。 じゃあ書いてほしい言葉は、嬉しい、今まで、まあ、もう1年も経ったのに、まだリアル、どれにしよう、どれにしよう、最後だから選んじゃおう、いっぱい。あれ、なんか服にも偏りがあるな。服にも偏りがあるのは気のせいかな。1個はこれにします。これとじゃあ一緒に考えよう。一緒に考えよう。じゃあ口開けてるのか開けてないのどっちがいい。あ、これどっちも開けてない、これも開けてない。じゃあこのちょっと口開けてない、ちょっとちょい笑いを一つ入れますね。あ、決めた。何入れようかな。タイムファイヤーさん、でもお話し会にさ来てくれたじゃん前、それめっちゃ嬉しかったんだよね。もう泣きそう本当に。その時からもさ、あ、それからもずっと来てくれてさ、見てくれてさ、嬉しいよ。
泣いちゃう。じゃあこ、あーでもこれも引き気味だ。どうしようかな。じゃあこの3つにします。のびちゃん完成。ちょっとごめん、服がさ1枚1着なくなっちゃって2着になっちゃったんだけど、ごめんね。これに決めました。よし、のびちゃん3枚もありがとう。あ、広島のさ、これのやつもいくつあげてくれてたよね。見たよ、ありがとう、のびちゃん。これからもずっと家のことしてくれて。タニファイヤーさん、何書いたら、何書いてほしいとかある？あ、さっき聞いたけど、ないんだった。何書こうかな。でもさ、タイムファイヤーさんさ、お話し会に来てくれたのがさ、一番さ印象に残ってるんだよね。嬉しくて、ずっとさショールーム見てくれてるのはさ知ってたんだけどさ、それまでさ会えなかったから。何かこうなんかさ3枚だとちょっと悩んじゃうね。全然落ちてないから。じゃあ全然大丈夫です、安心してください。ありがとう。タイムファイヤーさん、タイムファイヤーさん、タイムファイヤーさん。それでは次はギャップさん。ギャップさんいるかな。お任せします。 OK。 じゃあ特別なやつを作ります。あ、どうしよう、迷う。どうしようかな。思いついた。迷っちゃう。ちょっとさ、1個メッセージだらけでさ、1個さ絵を描いてもいい？ちょっと描きたい絵がある。こうじゃ。ね、ちょっとトがトじゃなくなっちゃったけど、まあ頑張ればトに見える。最近字をよく間違える。言葉だらけです。言葉だらけです、ね。でもさっきなっちゃんに真顔プレゼントしたからね。真顔もうね、いやあるっちゃあるんだけど、ちょっとさっきよりは口角上がってる。さっきのなっちゃんの元に届いた真顔チキがさ、一番真顔だったからさ。よし。
よし、1個目完成。ありがとう、タイムファイヤーさん。無事に届きますように。ありがとう。あ、ちょうど来た。あ、よし、じゃあこっちを絵にする。これを描きたいがあるの。これはクマなんですよ。ありがとう、こちらこそありがとうだよ。本当に嬉しい。本当に3つも全部使って全部使って連れ回してください。いろんなとこにいつもたくさん会いに来てくれてありがとう。また早く会おうね。無事にお家に届きますように。ありがとうございます。これからもよろしくね。ね、間に合ってよかった。ありがとう。これからもいっぱい仲良くなりましょう。たくさん会いに来てね。よし、じゃあ次、大ちゃんさん。これは大ちゃんさんもラストですね。大ちゃんさん、これは私が、これはこれはばっかなんだけど、これはクマですね。クマ、多分クマです。クマに見えるはず。あとは自分、蝶々がねマジで大好きなんですよ。最近ひーちゃんにめっちゃ言われるぐらい大好きだから、タイムファイヤーさんと、タイムファイヤーさんに私の好きなものを持ち歩いてほしいから蝶々を描いちゃう。もう言っちゃったけどお楽しみにしようかと思ってたけど、でもちょっと絵が蝶々難しくない？ちょっとあつそう、大ちゃんさんもね、意外とね、そう、会いに機会があんまりなくて、ちょっと待って、蝶々に見えないかも。本当ずっとお会いしてくれてるんだけど、あんまり予定が合わなくて、見えるかも。でも青木大丈夫だ。タイムファイヤーさんに好きになってもらうために、あ、これは見えるはず。自分的に、あ、自分的にタイムファイヤーさんはタイムってついてるから時計のイメージなのね。だから時計書いちゃおう。よし、完成しました。大ちゃんさん、ありがとう。ありがとう。お便りも最高でした。よかった。お便りもめっちゃ楽しかったよ。じゃあ無事お家に届きますように。作法にしてください。ありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとう。楽しみに待っててください。はい、楽しみにしてください。ありがとうございます。なんかキラキラ、全然大丈夫だよ。じゃあ皆さんありがとう。あ、待ってね。そうまあ呼ばれました。あ、もう呼ばれちゃいました。さっきそう、結構いつだろう、結構早めに呼ばれちゃった。ごめんね、タイミングが悪かったね。そうです、大ちゃんさん、できた。絵ばっかりのやつです。ちょ、ここにメッセージ書いてみた。ありがとう、タイムファイヤーさん。これも無事に、これも使い回してください。ありがとう。よし、じゃあ最後、あ、最後何書こうかな。明日は舞台公演があって、何書こうかな。皆さん、蝶々だけ。そう、ちょっとね、蝶々失敗しちゃったけど多分大丈夫です。じゃあ最後は書いてほしいこととかない？
よし。ちょっとつむじ見ないで綺麗なつむじってこれ矢印逆ですね。できた。あ、やばい。できた。タイパヤさん、ありがとう。3枚もありがとう。ちょっと後ろもちゃんと見てね。ありがとう。無事にお家に届きますように。ありがとう。はい。終わりました。イエーイ。みんなありがとう。たくさんたくさんチョキありがとう。いろんなとこに連れ回してください。スマホとかね入れて。お疲れ様でした。ありがとう。本当にもう嬉しい嬉しいです。私嬉しい限りです。ありがとう。いろんなとこに連れ回していろんな景色を見せてくださいね。ってことでありがとう。あ、そう、明日は僕隊公演なので待ってますよ。広島のクアトロで。もうね、なんかみんなさ、シンポジとかもその昇格した人たちがいるからシンポジとかもみんなね頑張って覚えてるので、ぜひぜひ新しいみんなを見に来てください。ってことで、これ壇上を読んだ方がいいのか。じゃ壇上読んで終わるね。10歳の方ユーニャン、ありがとう。ユーニャン。12の方ガッチャンさん、ありがとう。11の方まっちゃん、Q さん、ありがとう。10位の方ヤシーさん、ありがとう。9の方やサルトビニザエモンさん、ありがとう。8位の方ガワさん、ありがとう。7位の方シンシンシンくんさん、ありがとう。6位の方大地、ありがとう。5位の方チョラペ、ありがとう。4位の方誰かヒロテニアさん、ありがとう。3位の方ドンさん、ありがとう。2位の方テンファヤさん、ありがとう。そして1位の方はドゥルルルルアキンドさん、ありがとう。アキンドさん、みんなチェキたくさんたくさんありがとうございました。もう本当に愛と真心を込めて書いたので大切にしてください。届くの待っててね。ではでは、バイバーイ、おやすみなさい。